やったーということで、こちらです。当たりました。はい、届きましたよ。はい。楽文亭よいしょさんから届きました。こちら、ね、はい。住所がいっぱい書いてあるからなんですけども、はい。ね、これね、さっきね、ちょっと一回ごめんなさい。ちょっと取り直しちゃったんです。なんでかって、ちょっと住所がちら見せされてたから。ちょっとこれ、シールが当たったよ。これ、すごいよ。ね、ちょっとごめんなさい。一回開けたったんですけども。開けたったって言っちゃった。開けちゃったんですけど。私、3等が当たりました。3等でございます。3等でございます。この中に、この、ゲゲの鬼太郎シール、本当当たったんですけど、剥がしちゃったんですけども。シールが届いた。やったぜということで、三等賞です。はい。酔ってないですよ。酔っ払ってないですよ。はい。こちら届きました。こちらですね。ね。ちょっと長い。長いぞ、これ。ちょっと長いぞ。ね。猫また、猫また猫まーの冒険って書いてあるんですね。はい、こちら。ね、じゃーん。じゃじゃーん。ね。書いてあります。この下にシールがあります。3等です。光り方が違うのかな？ね。ひょっとしたら。ダーン！かわいいシール！かわいいシールが来たーってことでね。ありがとうございます。ねこれさ、すごいね、なんか、嬉しいんですけども、こちらね、袋に入ってるんですよ、こうやってね。で、裏面見たいんだけど、これ、この袋に入って、また、ちょっとわかりづらいんですけど、このシールもちゃんと袋に入ってるんですよ。すごいきっちりされてて、すごい嬉しいですね。ありがたいんですよね。裏面なんか書いてあるのかな？またこのシールの説明みたいな。ただ、もう開けたら多分元に戻んなくなって、汚くなっちゃうでしょ。もう元に戻せない。二度と元に戻せない可能性がある。それもありますので、前にもね、シール、検証で当たったんですけども、もうそのまんまにしております。ちょっと、どこ行っちゃったのかな？はい。もうこれもね、聞いたらね、前も当たってて、これも裏面書いてあるらしいんですけど、ちょっとこれ、さすがに、これもう開けちゃったらさ、もう本当に、これで3つ、3枚。やった、嬉しい。ね。コレクションが増えていく、どんどん。ということでね、また、ちょっとありがたいですね。しかもね、今回この可愛いシール。妖怪の感じなんですよね。はい。すごいよね。こういうシールを自作で作れちゃうっていう、この、何この、これってほら、二つパターンがあるじゃないですか。この、絵を上手に描ける。可愛い、こうね、こういうね、やっぱね、可愛らしい絵を描けるっていうのと、もちろんデザイン。で、それをまたプリントする技術っていうね。俺はもううちにプリンターはないので、だって、家庭で使うやつこんな綺麗に印刷できるのかな、今。ちょっとわかんないんですけどね。ねえ、すごいな、やっぱり。ねえ。やっぱイラストとかもね、やっぱりね、ちゃんと描けないと。ねえ。だこう、ねえ、こういう作られる方が羨ましいなと。だってもう、この、なんていうの？お菓子に入ってても、全然何？もう全然な、もう、なんか、違和感ないですよね、全然ね。なんか、もう、こんな風に作れちゃうんだっていうね。すごいですね。やっぱだから、素晴らしい趣味ですよね。やっぱね、こうやって作れちゃうっていうのもそうですし、もうだってこれビジネスになっちゃいますよね、完全にね。すげえなーと思って、よくできてると思ってね。はい。いつも感心しております。自作シールっていうのもね、こういう趣味も素晴らしいなと思っております。こんな綺麗にできるんだね。すごいなー。ほんとお菓子にね、全然普通に入ってもおかしくない。ね、ちょっと裏目見たいけどね、説明あんのかな、これ。ねえ、元に戻せないもんな。ねえ、ちょっとだけ開けちゃうかなってもね、もう絶対も元に戻らないから、これ。いつもね、福袋開けたりとかして、袋開けちゃったりするんですけど、もう二度と元に戻すな。綺麗に畳めなかったりとか、服とかね、もうそうだけど、こういうのもさ、綺麗にも絶対貼れない、ずれたりするもん。
ね、だから俺はあのガンプラとかああいうのもやらないんですよ、ね、絶対綺麗に作れねえから、ね、はい、ということで、よいしょ様ありがとうございます。よいしょ様って言ったらよいしょさんありがとうございます。ね、これ気になる方いらっしゃれば、まだもっとね、いろんなものも多分ね、いろんなシール作ってらっしゃると思うんで、まあ、これからもね、なんかね、作っていくと思うんですけども、まあまあ、俺がね、その偉そうなこと言える立場じゃないんですけど、ね、ね、気になるという方、ツイッターをね、やってらっしゃるので、ね、よしおさん、まあ、俺もそのツイッターのプレゼントで応募したんですけども、そんな感じで、ちょっと概要欄に貼っておきますので、ね、ちょっと気になる方はチェックしていただければなと。ねえ、いいよな。俺もちょっと作りたいな。でもこれは無理だな。こんな素晴らしくできない、絶対に。絵も描けねえし。なんかね、お金払うと、ね、できたりとかしよしさんじゃないですよ。そういうなんか、業者みたいな、あるじゃないですか。なんか作りますよっていうね、やってらっしゃる方もいるから。なんかね、いや、でも高いよな。ねえ、なかなかね、だからそれぐらい、だから技術力というか、この、ね、あるんですよね、やっぱね、皆さんね、素晴らしいですね。はい。これ作れたらね、やっぱね、楽しいんじゃないかな、なんてね、思います。なんか自分がね、考えたシールとかをね、いっぱい作って、こうね、お菓子に入れたりして、まあ、うちなんかはね、特にガチャガチャの機械がありますから、ガチャガチャの機械に入れたりするのもね、楽しいかもしれないですね。はい、ということでありがとうございました。また何か検証当たりましたら、ね、常にこう送り続けてはいるんですけど、まあそんな簡単に当たんねえ、ということがありますので、なかなか難しいんですけれども、ね、何かまたいただきましたら、動画に上げたいと思います。ありがとうございました。また別の動画も見てねということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。